姫路城内狂わないにある中村大佐検証碑中村新一郎は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大佐。本名、重藤1840年、スク村に小野渡る源氏の子として生まれた。後中村吉平の養子となる。山内市方の家臣で1862年、スクモ文館の苦闘役になった。母親戦争では、 1868年、統制軍に従ったが、途中帰国し、スクモ出兵を時きき隊を編成しその責任者となる。北陸に進み功を挙げる。1871年、兵部省七党出資。後陸軍省佐任官。1873年6月、陸軍省第四局第一課長に就任し、同年12月。 熊本鎮大参謀長心得に展示佐賀の乱に出生。1874年8月、第4経営部司令官となる。1877年1月、広島鎮大参謀長兼永住司令官に着任するが、同年3月、西南戦争により別動、第二旅団参謀長として出生し軍港を挙げ組ん4等。 1877年12月、第四局次長に就任し、1878年11月、公平大佐に昇進し、第四局副長となる。同年12月、公平第一方面費下げりに転じ、1884年2月、東京で病死。明治維新が一段落ついた、明治10年頃には、日本の城郭を保存しようという動きが見られるように、 なった後の世界遺産姫事情はこの頃、屋根は傾いて、草が生え、壁や石垣は、崩れたまま放置されているような状態だった。陸軍において、建築、修繕を担当していた、中村茂人公平大佐やドイツ講師、マックス・フォン・ブラントらが修復を、大上官に上申するよう願い出て、明治11年12月、陸軍卿、山形有友により、 名古屋城と姫路城両城の保存が決定された。姫路城の菱の門内側には中村大佐の検証費が残る。だが、肝心の予算はなかなか降りず、陸軍の予算からどうにか捻出された。保存費は要求額の半分にも満たないものであった。明治12年には大天守の誓いの補強支柱工事が行われた。これによって、どうにか、 応急的な修理を施したものの、なおも普及は進む一方であった。市民による、白鷺城保存規制同盟の結成や城下各地の有志たちの衆議院への陳情によって、ようやく明治43年、国費9万3000円が支給されて、明治の大修理が行われた。ありがとうございます。